前科3番893番チョイキ太郎です。本日のお話はヤクザの情報収集というお話です。情報収集って言うとなんかすごいみたいな、なんかハイテクな機械を使って何かこうスパイみたいなことやってると思うかもしれませんが、全くそんな話ではありません。これも随分昔のお話にします。なんだ、チョイキ太郎は昔の話しかできないのかと言われますが、そうです、昔の話しかできませんし、しません。いろいろな問題がありますので、現在進行形のお話をしてもきっと楽しいお話にはならないと思います。早速なんですが、要はどういうことかと言いますと、私がついた今まで会長とか親分の中で一番お金があった人のお話なんですね。ですからこれは肩着の一般の人たちの皆さんもためになる話かもしれません。事業家としてもすごく成功された方なんで、その方もともとお金があったわけじゃないんです。お金があったらヤクザなんかやらないです。私が知っている時について運転とか秘書的なことっていうか、総本部の方の偉いさんだったんで、まあ私たちから見えた親分の親分、組長の親分なんで、ね、その運転とかをやらさせてもらったことがあるんですね。まあなんせ、どう説明したらいいでしょうかね。お家の中が美術館みたいです。骨董品だとか絵画だとか置物っていうのがもうとんでもないようなものばっかり並んでて、そんな風なんですね。そんな方でありましたから、ずっとそばで聞いてると何がどうしてなのかなって思っていたら、昔の話をされた時に、バクト系の組織の方なんですけど、繁華街で最初は金がないからたこ焼きを出したと、たこ焼き一軒から始めたって言うんですよ。自分で10代の時から店に出てたと。で、やっぱりバカにされたと、たこ焼き屋とか陰口を言われたし、いろんなこと言われた。当時みんなはそういうことやらないんで、もっと違うことをやっていくわけですよね。でもずっとそれをやってたんで、多少偉くなってももう店には出す、たまには顔を出すし、若い衆に射程とかにやらせるようになって、さすがに組長って言われるようになった時にはもう自分は出なかったけど、毎日報告をして毎日見には行っていたって言うんですね。で、その時に言われて私が印象があるのは、いいか、繁華街の場所で撮るっていうのは大変なことで、長くやってるからここに置かしてもらえる、置けれる、一回退いたら他が入ってくるんで、っていうことで、とにかく売り上げがない時は毎日店を出さなきゃいけない。そしてとうとう一番メインの飲み屋ビルの前に店を出せるような、で、あっちこっちに 2店舗3店舗っていうか、敵屋の三ズーム置けるようになったと。たこ焼き屋と言われても出し続けたのはなぜかって言ったら、そこにいれば出入りする人物、誰と誰がどうつながって一緒に飲みに行った、どこの店が繁盛している、どこが危ないのかって全部手に取るように分かった。その分かった上で、その儲かった金で店に投資したり、お金を貸したり、ここが危ないということだったら引き上げたり、そうして財を築いていった。で、今気がつけばそのビルの周りの土地建物はほぼその方の関係の企業で全部抑えられてる。だから皆さん一般の人とかも知らずにその会長に、タナコとして家賃を払っていると、そういうことだったんですね。まあこれが誰でもできるわけじゃないですよね。で、そうするとものすごい豪快な方かと思うと、そうではなくてめちゃくちゃ細かいです。例えばですね、旅行じゃないですね、県外に行くとなると、ホテルを予約した場合、先に我々はチェックインしてホテルをもう一度掃除します。そして使うものを全部決まった順番に並べます。で、並べて、そして部屋の両サイドも押さえます。で、それからもうだから真ん中の部屋にと両サイドを若い人で取ってサンドイッチの状態にしてから全部点検してから入ります。で、使うものを全部並べてから入った時点で全て使えるような形にして迎え入れるということを毎回やるんです。で、もっと大変なのは高速道路で移動したり新幹線で移動するときは、トイレって言われたときはトイレも全部先にか確認して清掃のやり直しします。それが当たり前だったんですね。やはりそれだけやるっていうことは資金もなければできませんし、それだけの求心力と構えがないとできないですよね。そういう本当に古き良き時代というか、まあね、一般の皆様にしたら良き時代もクソもあったもんじゃないですけど、で、ヤクザなのに悪いことした得たお金。でも今言ったようにその方は露天商から財を成したんですよ。でも露天商が悪いんであればフリーマーケットにしたって個人間売買は全部
悪になってしまいますから、その罪で、まあ当時は今でこそ違法ですけど、金融業をしたり不動産業になって、行ったっていうことなんで、それが責められることではないのかなというふうには私は思います。で、結局会社としてはいわゆるきちんと納税をしていたっていうかわけで、その方はもう引退されて、もうお亡くなりになられたわけなんですね。で、私も一番困ったのは、自分のことで逮捕されて、収監されて出ていくわけじゃないですか。ですから私も馴染みがありますから、その頼っていくと、もう代が変わって、その方たちから言ったら、先代の会長とはもうお付き合いの仕方が違うんでって、我々みたいな元反社みたいなのが言っても、門前払いなんですね。あんなことがあったのにっていうふうに言いたくても、もう息子さんや娘さんとか親族の人、あるいは会社が全然違う人のところに行ってれば、何ですかっていう話になって、一切の無理も聞いてくれない。ああ、そういうことか。そうしてこの懲役太郎はどんどん疲弊していくという、本当におじさん年配の方には可愛がられたんでよかったんですけど、その分甘く見てて、同年代というかそういうところにはもうそういう付き合いってねえしてないもんですから、まさかその時私がいろいろ面倒見て見たと言ってはあれですけど、飲みに連れてったり遊んだ息子さんがもう知らんぷりするとは思いませんでしたという恐ろしい話で、ありがとうございます。